皆さんこんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました。クロスボーダーファミリーチャンネル担当の藤本です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、2021年医療費と税金節税策というタイトルで、PCR 検査費用、マスクの費用は引けるのか、マイレージはどのようにして引くのか、医療費の最大の控除を取るためにどうしたらいいのか、現時点でわかる情報に関してご説明をしたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。さて、今日のアジェンダでございますけれども、医療費の損金算入の仕組みというのをまず最初に、ご説明をします。これはわからない方にとってはとても基礎的なコンセプトで、とても有益になるんじゃないかなっていうふうに思ってますんで、最初のところとても大切ですんで、しっかり見てください。次にですね、2021年のアクションプラン、こういうことをしていただきたいな、それをご説明をしたいなというふうに思ってます。これだけだと思うんですが、よろしくお願いします。はい、じゃあ米国のですね、医療費控除の基礎知識というところで、ご説明をしたいと思います。一番最初はですね、ご自身の税務上、所得、これアジャスティドグロースインカムって言葉をもしかしたら覚えてください。略して AGI、 保険会社じゃありませんから、AGI、 アジャステッドグロスインカム、それの 7.5% 以上を引けるという、そういうルールになっています。 7.5% までは引けません。 7.5% を引いた金、引いたというか超えた金額が引けるんだということですよね。そしてAGI って、藤本さん、どこで、例えば僕の税務申告見ることできるんですけども、 AGI っていくらだったのか知りたいんですがっていう方もいるんじゃないかなと思いましたので、2020年の1040ではですね、 LINE11 にありますんで、それを見てください。さて、今度ですね、項目別控除、これ英語で言うとアイテマイズって言いますよね。アイテマイズディダクション、アイテマイズディダクションが取れることが医療費の控除の条件です。で、2021年の MFJ っていうのは、ご夫婦ってマリードファイリングジョイントっていう、ご夫婦合算申告ということなんですが、その25,100ドル以上のディダクションが、項目別控除が取れないと医療費の控除は取れないということになります。ということはどういうことを言ってるかというと、医療費に関してはですね、2つのハードルがあるんだと。一つはご自身の所得、もうちょっと正確に言うと AGI の 7.5% 以上の医療費が発生したという方、そしてかつアイテマイズをして、この医療費控除も含めて他のディダクションも含めてアイテマイズをしてできる方、この方が医療費が引けるんだということをよく覚えておいてください。そうでない方はスタンダードディダクションで取った方がはるかに有利になるという、そういう話をなわけでございますよね。いいですね。2つのハードル、 7.5% AGI、アイテマイズディダクション、こういうような言葉が頭にこう残っていただければですね、いいんじゃないかなと思います。さて、次にですね、ケーススタディ、これやってみましょう。アメリカ在住のご夫婦、皆さんのようなご夫婦、まあ、ご夫婦じゃない方もいらっしゃると思いますけど、ごめんなさい。このご夫婦ですね、2021年は AGI、 アジャステッドグロスインカムが20万ドルだったというふうに仮定しましょう。で、2つのケースを考えました。医療費が1万ドルの場合、あるいは2万ドルの場合、そして、1万ドルの方はアイテマイズディダクションのトータル、医療費も合わせて2万ドルになりました。で、 B の場合は3万ドルになりましたと。
この、まあ、2つ A と B のケースで考えていきたいなというふうに思います。ちょっと今変なのが出たかもしれませんけども、ディスリガードしてください。さて、こちらの方はですね、ケーススタディになるわけですよね。でこっちが A で、こっちが B ということになります。20万ドルでどういう計算をするかと言いますと、これが20万ドルが AGI ですから、そちらの方に 7.5% をかける。そうすると1万5000ドルという数字が出る。で、この場合はですね、メディカルエクスペンスというのは、この A のケースというのは1万ドルなので、この場合はですね 7.5% を超えていないわけなんですよね。ですからこの方は残念ながらメディカルエクスペンスは引けないということになります。そしてまあもうまああのかつといえばあの変なちょっと言い方ですけれども、かつこのアイテマイズディダクションをトータルしても2万ドルならしかならないので、2万5000ドルにいってないので、どちらも当然こちらの方も罰になってしまうと、そういうことです。しかしこの B のケース考えてみますと、1万5000ドルに対してメディカルエクスペンス2万ドルあるわけですから、ちょっとうまく書けるかよくわからないんですが、この5000ドルって書きたいんですよね。5000ドル、5000ドルがまあその分あるんだということですから、これはメディカルエクスペンス5000ドルは引けるわけです。でその5000ドルも足してですね、アイテマイズアクションが3万ドルになってるので、マリードファイリングジョイントのスタンダードディダクションである2万5100ドルを超えているので、この方は丸ということで、ディダクションが取れるんだということになります。今ちょっとこうケースでお話しして、分かっていただけたんでしょうか。でおそらくですね、この次の質問というのは、じゃあメディカルエクスペンスってどんなものがあるんですかという、そういう話になっていくと思うんですよね。ですので、この2021年の医療費向上アイテムのことをですねご説明しましょう。最初にこういうものがあります。自己負担の医療保険代、会社が払ってくれてる分はダメなんですけども、まあ、うちの会社もそうなんですが、自分で払う部分っていうのはありますよね。例えば月に250ドルとか自己負担分があると、それが12ヶ月あればですね、まあ、3000ドルですか、3000ドルの医療費がかかってるという、そういうことなんですよね。そしてメガネ、コンタクトレンズ代、高いメガネを買ったとかですね、高いコンタクトレンズを買ったとか、たくさん使ってるとかですね、そういうことだとやっぱりそれなりの費用が発生します。でカイロプラクターに行って、ちょっとこの手が、私ちょっと今左の肘が痛くて今通ってるんですけれども、カイロプラクターに行ってる費用であったり、あとは医療を受けるためにですね生じた旅費、マイレージ、これ1マイル16セントなんだそうです。2021年ね、16セント。それからタクシーやバスやトルンであったり、パーキングなども引けることができます。でこう日本でしか受けられない治療を日本で受けるために行った飛行機代とかっていうのも、そういう意味ではですね引けるんじゃないかなというふうに思います。でプレスクリプションのドラッグ、これも医療費の中に含まれます。そしてですね、今年なんですが、ちょっとこの2番目の項目は MIA から当然あるわけなんですが、少なくとも今分かっていることというのはですね、パーソナルプロテクティブエクイプメントでご自身でお支払いになった分、例えばマスクであったりハンドサニタイザーなどに関しての費用というのも、これは医療費に入れることができますということで、これは明らかになっています。で日本で発生した医療費ということで、日本でですね、まあ、これどこで発生してもクオリファイドメディカルエクスペンスということで引けると思いますので、それも引くことができます。それでそこでですね、地元さん、その時に、日本に入国するために、特殊な抗原検査であったり PCR 検査を受けなきゃいけなかった、それに3万円かかった、5万円かかった、その費用どうなんですか。あるいはクアランティーンで2週間滞在しなければいけなかった、その時のホテル代はどうなるんですか。
というようなご質問も受けますが、今ちょっとそれリサーチ中でございますので、それが分かった時点でですね、また新しいビデオも出したいなと思ってますんで、今回はちょっと許していただきたいなと思ってます。まあそういうところですが、次にですね、2021年の皆さんのアクションプランということで、ご説明というか、まあご説明というよりも推薦なんですが、こういうことしたらどうですかということです。最初は、まあ、医療費のレシートをですね、いろんな費用の使った費用のレシートをしっかり保管してください。スキャンというか、まあ、カメラで撮って保管、ご自身のね G ドライブに保管されるとか、ワンドライブに保管されるとか、そういうのでもいいんじゃないかなと思うんですが、そして記録をしっかり、まあ、取ると。レシートだけだとね、これなんだっけなっていうことになっちゃうんで、レシートの上に書くなりしてですね、そのエクスペンスの種類というかタイプというのをしっかり、記録しておいてください。そして最後に集計できる表にしておけばですね、これは、あ、これだったら今年いけそうだなと、いけそうでないなっていうのが当然分かってくるわけです。そうするとですね、もっとソフィスケートされた方というのは、ちょっと12月に払うのはやめておいて、翌年に回して翌年でこう、スレッシュホールドを超えればいいやっていうふうに考える方もいらっしゃるかもしれませんね。ということで、これが2021年の皆さんのアクションプランということで、ぜひ、積極的にですね、使ってみていただきたいなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。で、こちらが私どものディスクレーマー、いつものディスクレーマーで、レファレンスですね。メディカルエクスペンスに関してはもっともっと詳しい説明が英語でございますので、 IRS が作ってくれたですね説明がありますんで、正確にはですね、必ずそちらの方を見て、くださいませ。よろしくお願いします。はい。で、最後にこのクロスボーダーファミリープラクティスなんですが、全米日本に滞在するクロスボーダーファミリーの税金を中心に、それに関連するお手伝いを行います。全米すべての州の税務申告が問題なくできます。 CDH は5つのオフィスがあって、日本にも1つのオフィスが実は名古屋にございます。総勢100名弱の事務所でございますので、ぜひ、ご連絡していただきますようにお願いします。で、今回からですね、今回から、まあ最近ですね、最近この個別のビデオの内容にご質問がある方はですね、私の方にメールしていただければ必ずお答えするようなポリシーを作りました。その際にはですね、ビデオの名前というか、こういうビデオの名前があった方がですね、非常に分かりやすいので、たくさんビデオありますんで、ビデオの検索というのが今大変になってきてますんで、この名前のビデオでこういうことを言ってましたけども、これに関してはいかがですかという質問をどんどん私の方に送ってください。必ず分かる範囲でですね、お答えをお送りしたいなというふうに思ってます。それは皆さんがお忙しいスケジュールの中でですね、ビデオを見ていただいたということに対する私の感謝の気持ちということで、誠意を持ってですね、分からない時は分からない、分かる時はこうだと思いますというのをですね、お答えいたす、するというふうにいたしました。以上です。ということで、今日もありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。失礼しました。